うえい、小島から小島へ。あ、あちらにいらっしゃる方かな。こんにちは。ピーヤ。こちらは食品ロスの削減に取り組む会社ロスゼロの代表、文美月さんです。文さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。私もちょっと飯をお渡ししてもいいですか。はい、昨日できたばっかりの。昨日できたんです。はい、こちらの飯を。あのかわいい、はい、おっぱっぴって書いてある。おっぱっぴって書いてある。一応自分で書いたんですけど、はい、もう絵も、あの廃棄キャベツを使ってこう作ってもらったのこれ。この名刺、廃棄キャベツから作ったということで、よーく近づいてみると緑色のつぶつぶも見えます。実は小島さんと野菜の関係はとっても深く、全国各地の農家を取材するほか、公式 YouTube では野菜に関するオリジナル曲をいくつも配信。今月できたばかりの新曲がこちら。日本原産の野菜です。綺麗なお水ですくすく育ちます。すりおろすまでは辛くないけど、すりおろしたら涙がほろほろり。そんな小島さんが全国から食品が集まるロスゼロの倉庫の中へ。あー、いっぱいありますね。ブーさん、これは全部いわゆるこう食品ロスのものなんですか？あ、そうですね、あのいろいろな理由でちょっと行き先がなくなったものばかりなんですけれども、はい、これはどういう理由でこちらに来てるんですか？パッケージ変更ですね、ちょっと、はい、あの新商品にされるのに、その販路を失ったわけではないけれども次の商品に入れ替えるということで、はい、ちょっとあの行き先がなくなったっていう。食品自体には問題ないけど、はい、それは切ないですね。新商品が出たり値段が変わったりすると、今までの商品は流通できなくなり廃棄の対象となってしまうんだそう。またバレンタインのチョコレートや春のキャンペーンのお菓子など季節限定商品は食品ロスが出やすいといいます。今日本でまだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物は年間522万トン。その裏には日本の流通業界の習慣があります。製造者からスーパーなどの販売者に渡らずに一定期間が過ぎてしまった食品はまだ賞味期限が残っていても捨てられていたのです。例えばこのカステラは賞味期限まであと1ヶ月。小島さんも愛用しているという栄養補助食品は賞味期限まであと2ヶ月。災害時の保存食はあと3年。こんなに残っていても廃棄されてしまうんです。ただもしロスゼロさんが やってなかったら、まあ、捨てちゃう。かもしれなかったってことですね。そうですね、作り手の方もここにあるもの全部こう、はい、残そうと思って作られてる、あのされてるわけじゃなくて、うん、皆さんこう食べてほしいと、うん、美味しく食べてほしいみたいなのがあるので、うん、私たちがそこをこう間に入る役割として最後まで食べていただいてるっていうことですね。文さんがロスゼロを起業したのは5年前。世の中でもったいないものは何かを考えたとき、食品ロスの問題にたどり着きました。集まったもったいない商品はインターネットで半額程度の値段で販売。さらにこんなワクワクする仕掛けも。あれ、彼女がなんかいろいろ詰めてますけど、これはお土産ですか、何ですか？あ、これはあのお客様へのサブスクリプションサービスを、あのただそのロスになるものっていつ何がどれだけ出るかわからないので、はいはい、いつ送るかっていうのをロスゼロにあの任せてもらって、でお楽しみにしていただくこう福袋のような、あの私たちはロスゼロを不定期便という名前にして、はい、不定期に届ける定期便なんです。サブスク不定期便は
5000円で1万円相当の食品が2ヶ月に1回届きます。全国1900名の会員から注文が入り、月に5トンのペースで食品ロス削減を実現しています。そして不定期便にはロスゼロからの大事なお手紙が。これはロスがどういうところで出てきているかっていうのがちょっと、こっちですね、はい、どうしてロスになったのっていうのをこう書いてあったり、やっぱりそのロスになった理由っていうのを多分お伝えするのが私たちの役割かなっていう。余ったからといってその価値がなくなるわけではない。それを突き詰めて開発した商品があります。これはどういう、なんていうか、まあ、ロスなんでしょうか。これが宮城県の気仙沼市のイチゴを使ってるんですけども、はい、規格外というのが出てくるっていうお話を聞いて、はい、それをロスゼロがフリーズドライにして、こちらのホワイトの方も、はい、使われずに残っている、うん、ホワイトチョコレートと一緒に作ったチョコレート、はい、本来捨てられるはずだったイチゴとチョコレート、それをそのまま売るのではなく、ロスゼロが2つを組み合わせオリジナル商品にすることで新たな価値を生み出しました。食べる理由があるという思いを込めてリユーと名付けました。百貨店やインターネットで販売され人気を集めています。うまいちご。いや本当に香りもいい、うん、いいじゃないですか、うん、はい、甘くてすごい人気なんです。おいしい。堺市にあるフレンチレストランレ・フレール。ここでまた文さんは捨てられるはずの食品に新たな価値を生み出そうとしています。文さん、はい、これから何をするんですか。もったいない食べ物をたくさんこのレストランに集めて、はい、そのもったいないものだけで何かこう美味しい料理で生まれ変わらせて、はい、みんなで楽しく食べられないかっていう、今日はミーティングとして。文さんたちはここでかつては捨てられていた食材を使ったイベント、ロスゼロレストランを開く予定で、試作メニューの打ち合わせに来ました。レストランレフレールをさせていただいております、平畑と申します。あ、はい、豚さん、はい、あ、シェフの石飛です。今回料理に使うのはリンゴとイチゴとトマト、すべて規格外の野菜と果物です。この日は試作品を食べられるそうなんですが、実際どんな風になりましたでしょうか。はい、ちょっと難しかったです。そうです、難しかったです。難しかったです、実際難しかったです。こちらの長野県産のリンゴ、リンゴはより甘く作るためにいくつかの実は間引いて枝に残したリンゴに栄養を集めるそうなんです。ここに集められたのは残念ながら間引かれたリンゴたち、今までは捨てられていました。リンゴはですね、はい、今回ちょっとこれ小ぶりなんですけども、はい、甘さがちょっと足りなかったり、うん、ちょっと水分も足りないなっていう感じで。ああ、そんなやっぱ甘くない。そうですね、ちょっと、いろいろな意味で。ああ、今偶然偶然ハッピーや。間引かれたリンゴいかがですか。なんか確か酸味は結構ありますけど、美味しいですね。美味しいですよ。美味しいですよ。私どもが日頃こうレストランで使っているリンゴというのは、まあ、結構糖度はしっかりこう、はいはい、あるものを入れてますので、まあ、これを例えばまあ普通にこうスライスしてお客様に出すというよりかは、うん、まあ、一手間加えさせていただいて、うん、でよりこう満足度の高いものに生まれ変わらせて食べていただきたい。あれ芸能界でいうとこう事務所に入れなかった子たちみたいな、で路上ライブやっててそれをプロデュースするみたいな。おっしゃる通り。あれこれいけるんじゃないか、この子は衣装変えればこれは化けるぞみたいな。そうです。
石飛シェフの手によって捨てられるはずのリンゴがこんな一皿に。めちゃめちゃ生まれ変わってるじゃないですか。リンゴとセロリのサラダ、お味は？いい音してますね、うん、美味しい。すごい歯ごたえ良くて、セロリがすごく効いてて、うん、美味しい。うまピー。ありがとうございます。そう、食感もすごく面白いですし、うまいですね、このセロリとの組み合わせ。続いては大阪府茨木市で作られたいちご。本来なら形が不揃いのため捨てられるはずでした。それがバルサミコ酢と合わせてソースに変身。最後は堺市で作られたトマト。表面が裂けてしまっているため通常の販路では売れなくなりました。それがトマトの冷製ポタージュスープに。おいしい。ナイスだから足んないっす。いただきました。やっぱりあのレストランなので、うん、一応こうご自宅ではなかなかできないようなものを、うん、まあ、出したいというところはあります、はい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 、なのでまあ、うん、ジュレにしたりとか、はい、でなかなかこうエキスだけを抽出するとかっていうのはまあご自宅でできないのでスペシャルか、はい、だけど使ってるのはロス食材っていう、うんうん、このトマトが作られた堺市の農家を訪ねました。トマト農家芝尾農園の2代目芝尾和樹さんです。え、ここポット飯ですか。これあの、はい、キャベツのなんていうか廃棄したもので紙を、へー、はい、農園の広さは体育館2個分。収穫時期の5月から8月にはここで14トンものトマトが収穫されます。シーズンになるとご近所さんだけでなく県外からも直接買いに来るお客さんがいるほど、その甘さには定評があります。しかしそれでも収穫したトマトの1割は規格外に。捨てるのはもったいないためスープやカレーなどに使うお客さんのために冷凍して販売しています。おー、あ、ちょっと割れちゃってますね、はい、確かに割れたりだとか、はい、それはちょっと味が変わったりするんですか今のは、ね、全く変わんないんですよ。全く変わんない、全く変わんないですよ。へー、特に例えばこういう先っちょが黒くなってるような、はい、あの規格外もあるんですけど、はい、ストレスを加えるために、まあ、水やりを控えたりするんですよね、うんうん、で意図的にとなると、まあ、そのトマト自体がその水分を吸収しきれなくなったりして肥料も吸収できないって時にこういうような黒くなってしまうっていう現象が起きるんですよね、はい、でも水分が少ない分濃縮されてる、はい、よりこう普通の一般的なトマトよりより甘くて味も濃くて濃厚で美味しいんですよ。へえ、知らなかったですね。まあそうですよね、はいはい、まあ、だから農家のおやつって、うん、よくその自分たちはつまんでます、はい、へえ、小さい時から小さい時から、これに育てられてこんな風になっちゃいました。いやいやいや、大きく育てましたね。いい僧帽筋ですよ。僧帽筋、僧帽筋、いい僧帽筋してますよ。捨てられていたもったいない食べ物をいかに減らすか、そのためには価値を見出すことが大事だと文さんは話します。あの消費者の方にとってはやっぱり安い方がいいっていうのは絶対あるとは思うんですけれども、ただ安さだけを追求してしまうと作り手の人のところにお金がいかなくなってしまうので、そういう意味では消費者も価値を分かった上で本当はできる限りお金を払うっていうことでこうウィンウィンになった方がいいなっていうふうに思っているんですね。